これが村まこさんち。あ、でも男の目って書いてあるから、ノンワンちゃん大丈夫なんちゃう。確かにな。ちょっと中入ってみよう。いや全然おらんおらん。うん、ほんまに拠点なの、うん、ここ。うせ、細やねんな。いや、それはね、みんな不安がってる。うん、うん、だ、常勤住みようとかはね、うん、なあもないで。でも俺らこれ帰られへんちゃうか。あ、いてはる。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、上から入れたんで入ってしまいました。おはようございます。すいません、すぐ出ていくんで、ドア開けていただいてもいいですか。入ったものの出れなくなってしまいました。迷子になった。迷子でちょっと入ってしまいました。すいません、迷子のものです。お外に食べ物もらっていいかな。ダメ。食べ物。あ、わかった。キノコならあるよ。いいよ、お肉と。どういうつもりで来たかちょっと話をしようか。あのな、いや、君、あの、上がどう見ても空いとったから、ちょっと入ってみたら。女に話しかけてるんで、待ってもらっていいですか。あ、すいません、失礼しました。女だ。失礼しました。女だ。どういうつもりですか。みっけ猫さん。何か交渉しよう、交渉しよう。あ、そうか。胃を持ってくれよ、君ちゃん。出してもらってもいい。え、僕も出してもらってもいいですか。何がいりますか。そこにいた方が、いや、まあちょっと1時間動けないの。あの古くんさんいいですか。2時間降りてくれると。はい、はい、女降りてこいや。はい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 、何でしょう。お前は女か。女です。違いますよね。許して、キビちゃん。ごめんなさい、キビちゃん。私たちは味方だ。味方。え、じゃあ敵は誰ですか。仲良し。そう、敵は。え、絶対キミちゃんと対立したくない。対立私もしたくなかったよ。だってね、だってね、聞いて、村まこちゃんに殺されたんだよ私。え、それは悪いことしてされたんじゃなくて。そう、なるほど、そういうこと。ところで古子さんと一緒に行動してるんですか今。え、してない。私一人、なんか狼に殺されて。え、さっきのお兄さんは何。このお兄さん、フルコンさんは どうして一緒に。いや、たまたまですね、これは。たまたまです。たまたまです。うん、あ、たまたまなんですね。たまたまですよ。はい、お邪魔しました。西野とここに迷い込みました。よしよしよし、 OK。よし、出れた。出てきた。出た。オッケー。お邪魔しました。ありがとうございました。ちょっと待ってもらっていいですか。なんでしょう。なんでしょう。違う。あの、女は。あ、女ね。私。私。あ、違います。あの、三毛猫さんです。あいつ全女の子と女呼びするぞ。怖っ。いや、もう男はもう見えてないやん。やばいやばい、これ危ない危ない。とりあえず C410 個とロケラン2差を持ってくかい。うん、それぐらいでいいか。どうするかいね。別にその拠点的にはドア1枚しかないから C41 個でドアは抜ける。で、あとは、うん、その壁とかをどんだけさらちにしたいかっていう気持ちだけやね。そう。再起不能なまでに、どんだけぐちゃぐちゃにしたいか。で、あと、まあ、箱系はね、火炎放射器で焼いてまうっていうのもありやな。TC とかバキバキで。ああ、なるほどね。うん。足元に気をつけて。足元気をつけて。はい。じゃあ、男は食べぶっ壊します。はい。いきまーす。こっちから攻めよう。あの、俺のいる方。わ、めちゃめちゃあるよ。何取ればいい？いないです。どうだ、スカルあるか。スカルがね。うん、スカルはねえな、やっぱ。うん、スカルはない。もう逃げた後やな、これな。うん。くそ。一旦もうなんか焼き尽くそう。気分的に。
し、どっちに向かったんだろうな。俺のこと無視しやがって、女子ベッド全部燃やしたろ。僕のことを無視しやがって。怖いよ。フルニゲ初めて怖いと思ったよ。こんなに怒ってる。隣だぞって。初めて見たよ。陰気扱いしやがって。クソ。恋が実らなかった。怖い。